北に向かおうと思ってもここに逃げてきた奴らの話だと。街はないってことか。どこに行けばいい？侍はみんな死んだ。猛虎を止められる者はいない。僧兵がいるじゃないか。そういえば何も聞いてない。僧兵も酒井様、ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か、わかりません。ですがなぜか泣いてました。生きておる。きっと俺の弟は先人。どこかの村がまた猛虎に焼かれたって。子供だから生きて物を目は育てるより今も早い。獅子を言いたくない。何があった？賊に襲われ食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。
加減はせんぞ。年寄りから食い物を盗むのは困っちゃう。おめえが亡くなっても、米だ。盗んだものに違いない。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。ああ、私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。
て。キュードが猛虎に先を売りさばいてるらしい。売らなきゃ殺すって脅されてるんだろう。そんなわけあるか。そいつは裏切り者だ。猛虎は実は念をつけた男にまつわる話を聞いてから怖くて眠れないのです。今はおとぎ話に震えている時ではなかろう。本当の話なんです。あの内常公の長久を守る神だそうですよ。少し休め。俺がその男の正体を突き止めよう。詳しいことは日吉の湯にいる奉仕に。ですがくれぐれも内常公の呪いには用心してください。お侍様、お譲りいただけるものはございますか？恐れながら数が足りませんね。お役に立ててください。さあどうぞ。恐れながら数が足りませんね。あなたのご武運を願ってますよ。何かご入り用でしょうか？お気に召しそうなものを加えました。うまくお使いください。また頼むぞ。
足者役長噂っちゃった。速託を安いどうどうノンケンお侍、お頼みしたいことだ。どうした？私はしがない薬師で野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか。病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。その話が誠ならば、すぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。そら、よく駒だから逃げ延びましたね。ユナというおなごのおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクスシのようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く、丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それからクスシを志そうと。